ご視聴ありがとうございます。今回はアイゼアとシーナの因縁に終止符を打つストーリーの解説をさせていただきます。ここからはネタバレを含みますのでご注意の上ご視聴ください。ある日覆面をして単車に乗った相沢が学校に乗り込んでいました。するとそこに西本が向かうのですが、西本はこの男が相沢だと気づいていないようで、相沢はそんな西本を単車で蹴散らし、ポケットの中から封筒のようなものを取り出そうとしたその時、矢沢がこの場に現れます。すると校舎内から A ちゃんコールが巻き起こり、矢沢が金縛り状態になるのですが、吉岡たちが特攻機の件で相沢が矢沢に負い目を感じているのではと話す声が聞こえた矢沢のハッタリ魂に火がつきます。そして矢沢が学校流しは引き際が肝心なので相沢に逃げろと伝えます。すると相沢は退学届を地面に叩きつけ、単車で矢沢に攻撃を仕掛けると思いきや退学届を拾い上げこの場を去っていきます。翌日兄を心配する純奈が成南に乗り込んできます。そして矢沢のエスコートを受け小山の元に向かうのですが、小山は矢沢の顔を見るなり学校流しから西本を守った矢沢を称賛します。さらに兄を止めてくれた矢沢に純奈がお礼を言うのですが、二人とも完全に矢沢マジックに引っかかっています。その後純奈が小山に兄が退学するのを止めてくれと直談判するのですが、小山はその役目を矢沢に振ります。すると純奈が矢沢に色仕掛けを始めるのですが、矢沢が色仕掛けに乗らないという意外な展開になります。しかし矢沢は哀れな兄と妹のために一肌脱ぐと宣言するのですが、矢沢のブツは後方に向かって膨張していました。一方の相沢は自分を裏切った仲間を待ち伏せしていました。すると相沢を見たこの男が相沢のせいで先輩からの風当たりが強くなったことと相沢個人への不満をぶちまけます。するとそれを聞いた相沢が忍ばせていた木刀を取り出し一人で4人を倒すのですが、相沢の去り際にこの男が純奈の色仕掛けの件を話したことで昨日の矢沢の行動を純奈が目当てでやっていたと勘違いし、家に戻るなり純奈に制裁を加えます。そして制裁を受けた純奈は矢沢がヤバいということに気づきます。その頃何も知らない矢沢はのんきに立ち読みをしていました。するとそこに狂気と化した相沢が現れるのですが、何も知らない矢沢が退学の件を話し出してしまい、それを聞いた相沢が退学をやめれば美味しいことがあるのかと言って矢沢に攻撃を仕掛けようとします。しかしここで矢沢があんな学校をやめてしまえと発言し、戸惑う相沢に矢沢が転校することを勧めます。これで純奈をものにできると思った矢沢が完全に舞い上がり、相沢の単車に勝手にまたがり吠え始めます。するとここで怒りが頂点に達した相沢が攻撃を仕掛けようとするのですが、矢沢がバランスを崩してしまい転倒してしまいます。その衝撃で相沢の単車のスタンドが壊れてしまいます。するとそれを見た相沢が矢沢に凄むのですが、矢沢は開き直って弁償してやると強気な口調で伝えます。すると相沢が道路標識を持って自分の単車を破壊して単車の修理代として100万円を用意しろと言って矢沢に凄みます。その後矢沢は寝る間も惜しんで働き100万円を手にするのですが、光二の女の子が働いている夜のお店で無法を尽くしてしまい100万円を支払う羽目になります。その頃相沢は椎名を見かけたので椎名に向かって空き缶を蹴飛ばし、矢沢が心配かと問いかけます。すると椎名が1ヶ月も行方不明なのだから心配して当たり前だと答えます。その後相沢が昔の話で椎名を挑発したことで椎名がぶち切れて一触即発の状況になっていました。一方の矢沢は精神的に追い込まれ当たり屋をしようとするのですが失敗に終わります。ただ矢沢が飛び込んだ車の主が優だったことで憔悴していた矢沢は救われることになり、その後椎名の部屋を物色した矢沢はまさかの相沢と椎名のツーショット写真を発見します。そして優から相沢と椎名が昔はマブダチだったことと椎名の女だった知花が原因で相沢と椎名に亀裂が入ったことを聞くことになります。その頃戦闘モードに入った相沢と椎名を通りかかった小山が止めに入り事情を聞いていたのですが、ここで改めて相沢が退学の決意を表明します。その夜相沢の家に
電話がかかってくるのですが、電話をかけてきたのはチカでした。そしてチカはジュンナに影前のたまり場に顔を出せと声をかけます。するとその電話に気づいた相沢が特攻服に身をまとい家から出ていきます。そして影前のたまり場に到着した相沢はトールを含む影前のメンバーを全員倒して立ち去ります。一方の椎名は家に戻った際に単車が盗まれていることに気づきぶち切れていたのですが、椎名の単車を盗んだのは矢沢でした。そして矢沢は椎名の単車を改造して相沢への弁済に当てるつもりです。この男は自分を守るためなら何でもやります。翌朝矢沢の家に相沢から電話がかかってきます。すると矢沢は自分が改造した単車に自信があるのか相沢に対して強気な対応をします。そしてこれが矢沢が改造した単車です。さすがの相沢も何も言うことができません。しかし相沢がその後この単車のパワーフィルターを見たことでこの単車が椎名の単車だということに気づきます。すると相沢は何を思ったのか矢沢を乗せて学校に向かうのですが、矢沢が相沢のポケットから発見した退学届を落としたため拾いに行かせたことで矢沢に逃げられてしまいます。その後相沢から逃げ切った矢沢が駅にたどり着きます。するとここで椎名と出くわします。矢沢との久々の再会に喜ぶ椎名は矢沢のことを話そうとせず、逃げたい矢沢が椎名を振り払おうとするのですが、そこに相沢が現れます。そして相沢は椎名の単車のアクセルを吹かし続けます。するとその音を聞いた椎名がこの単車が自分の XJ だと気づいててめえが盗んだのかと言って相沢に凄みます。すると相沢が盗んだのは矢沢だと伝えるのですが、矢沢を信頼している椎名はその話を信用しません。そして矢沢が今会ったばかりの俺を犯人にするなと発言したことで相沢がぶち切れて矢沢に襲いかかるのですが、椎名が割って入り相沢に鉄槌を食らわせます。そして椎名に昔の記憶がよみがえります。お揃いの特攻服を届けに相沢の家に向かった椎名ですが、そこには地下がいました。そして地下が相沢が無理やり迫ってきたと答えたため椎名が相沢に怒りの鉄槌を食らわせ相沢が吹っ飛びます。そして自分の言うことに聞く耳を持たない椎名に打ち切れた相沢がメリケンで攻撃を仕掛けて椎名に負傷を負わせます。そしてその時の遺恨の清算をつけるべく今2人が本気で戦っています。この両者一歩も譲らない攻防を見ている矢沢は両者が潰し合いになることを期待します。まさにゲスの極みです。しかしその後2人の戦いが喧嘩の領域を超え始めたことで不測の事態が起きた際の責任追及を恐れた矢沢が2人を止めるために走り出します。しかしこの時に矢沢が落ちていた瓶を蹴飛ばしてしまうことになり、その瓶が椎名の元に転がったことで瓶が凶器と化してしまいます。するとそれを見た相沢が対抗できる武器を探して2人の戦いが常軌を逸したものに変貌していきます。しかしここで矢沢は優から聞いた地下が原因で2人に亀裂が入ったという話を思い出し、大衆の前でハッタリを披露する余裕を取り戻します。その後相沢が改めて単車を盗んだのは矢沢だと伝えます。そしてこの場から矢沢が消えていることに気づいた椎名は、お前とこうなった以上地下と矢沢を信じるしかないんだと言って再び相沢に攻撃を仕掛けます。そして椎名が相沢にとどめを刺そうとしたその時、この場に現れた地下が二人の間に割って入り、本当は嘘を言った上に酒を使って自分から相沢を誘惑した、ずっと相沢のことが好きだったんだと話します。これにより相沢と椎名の離婚は清算されることになり、逃亡した際に純奈と出くわしてこの場に戻された矢沢がこの場を閉めようとするのですが、相沢がお前との決着はついていないと言って矢沢に凄みます。すると矢沢と相沢のどっちを信じればいいのかわからない椎名が矢沢に真意を問いかけたことで相沢が地下の髪を掴んで矢沢に向かって投げつけます。そしてこの二人は我が身可愛さに俺に罪をかぶせたと豪語します。するとそれを聞いた椎名が道に迷っていると言って回答を求めた、その時どっちが犯人かはお前が決めろと矢沢が答えます。過去の矢沢のハッタリと月で何度も助けられている椎名はどうしても矢沢を疑うことができません。しかしここでしびれを切らした相沢が矢沢に攻撃を仕掛けようとするのですが、椎名が相沢を制止します。するとそれを見た矢沢が調子に乗って単車に聞けと発言したことで矢沢は墓穴を踏んでしまいます。
これは矢沢が椎名の単車を塗装していた際にペンキをこぼしてしまった際についたものです。この動かぬ証拠が出てきたことで矢沢が犯人と判明し、それを見た相沢が矢沢を嘲笑います。すると椎名が自分の単車を差し出して矢沢の顔が立つのなら喜んで差し出していたと発言したことで許してもらえると思った矢沢は椎名のことをブッダと言って崇めます。しかし矢沢の取った行動が原因で相沢のことを負傷させることになったため椎名は矢沢のことを許しておらず、矢沢は絶体絶命のピンチを迎えてしまいます。しかしここで矢沢がパンツの中の写真のことを思い出し、ハッタリの大勝負に打って出ます。しかしここで地下が予想外の行動を起こしてしまい、矢沢の計画が丸つぶれになってしまいます。その後ブチ切れた相沢と椎名が矢沢に襲いかかり、今度こそ矢沢が終わったと思いましたが、実は矢沢のハッタリ大作戦はまだ続いていました。その後ボロボロになった矢沢に相沢と椎名が2人でとどめを刺そうとします。するとその時矢沢が涙を流します。そして矢沢が嬉しいぜと発言したことで相沢と椎名が戸惑います。さらにこの姿を見たかったんだ、本当は立ちでいたかったんだろう、こじれたお前らの仲を取り戻すには単車を左にして本気で戦わせるしかなかったんだと伝えます。しかし相沢が矢沢の言うことを信じようとしません。するとここで矢沢が仕上げの友情写真を差し出すのですが、差し出した写真はティッシュとセットになった光の写真でした。するとその写真を見た相沢と椎名が改めて矢沢をぶちのめします。これで矢沢の成り上がり伝説も終焉を迎えたかと思いましたが、相沢が矢沢のパンツの中の友情写真を見つけたことで矢沢のハッタリが現実に変わります。その後以前から矢沢の魔法にかかっている純奈が涙を流しながら矢沢に感謝の言葉を伝えるのですが、相沢が矢沢が動いたのはお前の体が目当てだと発言します。するとそれを聞いた純奈が相沢の頬を張り矢沢を擁護したことで相沢が矢沢を認めます。そして椎名が痴漢を受け入れたことで全てが解決することになります。結局矢沢のゲスの極みぶりが原因でいろんなことが起こりましたが、最終的に矢沢が体を張ったことでみんなに幸福をもたらしました。よろしければ次回の動画をチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。